天気予報です。九州や四国、近畿の太平洋側は雨で激しく降るところがあるでしょう。中国地方から関東、東北は晴れていても急な雨のところがありそうです。北海道は断続的に雨が降るでしょう。各地で蒸し暑さが続きそうです。週間予報です。明日は九州を中心に大荒れのピークとなり、西日本は木曜日にかけて雨や風が強まりそうです。来週は先ほど発生した台風7号の動きに注意してください。天気予報でした。